リラクル竹の内、リラクル竹の内ってうるさいんですけど、はい、こいつら何なんですか。リラクル竹の内、ガーシーに異形業務妨害、刑犯罪法違反をした件について当初してどう思いますかって言われても、その竹の内って俺もよく知らないんですけど、竹の内さんってリラクルか、うん、マッサージ屋さんを展開してる人ですよね。なんか変な人なんだよなそれこそぶっ壊ってますね。いやめっちゃ変な人じゃないですか。何なのか分かんないですよこの人。サロンで竹の内が、ガーシーを、竹の内がガーシーに何か言ったんじゃないですか。どっちが被害者だと言ってるんですかね。ガーシーじゃないですか。見てる感じがガーシーですよ。リラクルの竹の社長の方が加害者で、うん、ガーシーに嘘の垂れ込みをした。まあでも嘘の垂れ込みは犯罪には当たらんでしょう。あ、そうなの。別に嘘の垂れ込みをすることで、うん、偽計業務妨害になりますかね。垂れ込みなんて嘘だらけだし。大体そうですよね。デマ流してガーシーがそれに乗ったわけ。あ、それはもう完全にガーシー側に非がありますよね、うん。あ、つまりあれだ、あの裏取りをせずに言ったみたいな話だ。そうです、そうです、そうです。だから僕が誰かの悪口を堀江さんに言って、僕が堀江さんに言う分はいいけど、うん、堀江さんがみんなにやったら堀江さんが罪じゃないですか、うん、まあまあそうです、ね、そういうことで、そこが、うん、例えば政治家の犯罪だとして、ガーシーをはめようとしてやったんだ、うん、わざとやったんだ、うん、まあ、まあどうでもいい話だな。まあぶっちゃけ罪にはならんでしょう、うん、